唐突に始まるドズルとボンジュールの回収ラジオということで今週もやってまいりました。ゴーレムアイアンゴーレムトラップの回収ラジオのお時間です。今週もパーソナリティドズル、そしてボンジュールでお送りいたします。お願いいたします。いやいや、回収ラジオって、はい、回収はもうこれ大工事、不良の事態だから、大工事ですから、はい、もうねすごいですよ。一段下げるだけでも大量の石たちがね、まあ、なかなか一段下げるってハードっすよね、はい、結構地味だけどハード、ハードよね、このハードさはね、でも伝わんないハードさよ、坊さん。本当そう、ごめんなさい、本当に全然伝わんない。設計ミスでね、設計ミスによる一段こう下げないといけないっていう。今日ね、僕お昼ご飯食べ、はい、ラーメン屋さん行ったら、おラーメン屋さんで今日暑いですから、うんうん、無料でこちらお配りしてますと、アイスをねもらったんですよ。あ、いいのいいのいいの、アイスいいでしょ。で、飲食店に行った時の、はいはいはい、こりゃ嬉しいみたいな瞬間ってありますか。こりゃ嬉しい、超なんか特に今夏ですから、夏ですから、すげえクーラーガンガンに効いてるとかね。入ってね、入った瞬間に、入った瞬間もうガンガンのクーラー、おしぼり超冷たいとか。あ、おしぼり冷たいのはいいですね、はいはい、水に、僕ね、これ賛否両論あるかもしれんですけど、あ、レモン、レモン、そう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 、俺すげえ好きなんですよ。あ、レモン好きな人なんだ。え、嘘、ダメいや嘘、僕も好きです、ね、割と嬉しくないですか。まあ、人によりますよね。僕は嬉しいなと思って、はい、僕顔を覚えられるとちょっと嬉しいかもしれない。ああ、いや僕ね、毎度っつって言われて、逆、あ、嫌なんすか。難しいかもしれない。結構話しかけられますよ。あ、本当ですか。うん、いつも嫁さんと一緒に行ってるとこに一人でたまに行くと、はいはいはい、あ、今日は一人なんですねとか言って言われるとなんか、あ、覚えられてるわ。あ、なるほどね。あ、嬉しい、ね、ちょっと嬉しい、はい。いや全然嫌じゃないんですけど、ちょっと恥ずかしいって感じ。あ、もう話しかけんなクソがと。違う違う、そこまで言わない、そこまで言わないよクソがまで言わないじゃん。恥ずかしい、これも分かる人いると思うんだよな。まあまあ確かに恥ずかしいもん。ちょっとね、やっぱ飲食店、しかもこう隣にお客さんとか別のお客さんとかいたらね。そうそうそう、はい、いやもちろん嬉しさもあるんですよ、もちろん覚えてくれたって。まあでも結構ね、うん、確かにそこは分かれるとこかもしれない、うん。